もう菅さんが誕生してこの放送日でもう3週間ぐらい経ってるのかなはいど,どんな感じでしたニュースで見てて菅さんいや最初は、うん、令和おじさんから始まって農家から出てきてうん、うん、あすごい人なんやなって思ってたんですけどでも消費税上げるかっていう問題が出てきて言ってましたね言ってましたねもうちょっと私怒るわよといやちょっとそんな感じに人柄は良さそうな感じですか今のイメージは、うん 冷たそうな感じはしますねーああ。っていうかね、あのー、なんかちょっと僕のこと批判してください。何でもいいから、<え>何でも、<え>何,でも何でもいいから。このタコ。その批判は当たらない。<laughs> 何なんですか、その顔。その批判は当たらない。何やねん、何考えとんねん。ん <laughs> その批判も当たりません。もう勘弁してください。<laughs> その批判も当たりません。これ <laughs>、いじめでしょこれ。いや、もう、ね、もう無理です、耐えられません。<laughs> <laughs> いや、だってね、記者会見ずっとこんなんだったんですよ。うーん。これはね、官邸が僕官邸側にいたでしょはい。そら心強いですよ。なん、どんなちょんぼしても、何批判されても、その批判は当たりませんって言えばいいんだから。うーんえ。何言ったって、いや、その批判は当たりません。で、終わるんですよ。はい。う<で>わーって切れるでしょうん、わーって。そしたら、うん、こう、ファンがね、また切れてるよ。って言ってくれるんですよ。 だからねあもうあのこれね古株、はい、の記者の方たちからよく聞くんですけど菅さんの最大の弱点は何かっていうと理理念念ななんで<念>がないんでですすよよがいとにかくその批判は当たりませんとかねなんかその組織人として調整するのは上手なんですけど、はい、リーダーとして何か言うっていうねことがね何にもない方だと。 ういうのはねこれはねもうほんとよ。あ,あそうなんですよ、うん、だからそれはね菅さん自身が一番分かってあるでしょうとこう言われて、まあ、いるんですけどね、はい、でもそういう人だからこそ特に理念がないから、うん、その辺に言われてる通りいっぺんのもう小学生でも聞いたことがある耳たこみたいな話をそのままやっちゃうんですよ<ー>だから理念ないからとりあえずなんかこう流行りの服がもう分かれんから とりあえず、なんか、ああ、なんか流行ってんだそれ既とこみたいな。あ、じゃそれ流行ってるって言うんだそれ既とくわ。みたいなことになるでしょ。理念の内向って。だから、政策に関してはそうなると言われてる。自分がないんですね。そうそうそう。<laughs> ってことでね、だからね、菅さんはね、なんかもう、通りっぺんのことを、まあ、言わるわけですけど、まあ、今のインテリの人らとかがね、もう、なんか日経新聞とか NHK とかもつけたら、もう必ず言うのはね、やっぱり日本の政治には改革が必要だーって言ってるわけですよーん改革。言ってるでしょ ななんんかか改革言ってるじゃないですかだからね、菅さんもあ改革やってたら政治になるんやん、うん、っていうところがあるわけですよ。<laughs> だからね、一回思ったら、もう、その脱い行とかね、うん、何にも分からへんから、とりあえずこれ着てたらええんや、あって、青森のさばっ着るでしょ、いつでもそれ着て、あもうお風呂入るときも着とこうかなみたいな、<laughs> ネクタイ取っとけお前みたいな、だ、はい、から理念がなかったらそうなるっていうのがあってね、うん、だからね、やっぱり菅さんはね、ものすごい改革ごりごりね、やってしまう。 傾向があるわけですよ。あだから今いろいろ。と、うん、改革いろいろやってるんです。だから、ね、結局改革ってどうなるかって言ったら。はい、弱肉強食を進める改革なんですよ。今言ってる改革ってね。はい。いろんな規制があって、規制取っ払おうと。取、うん、っ払ったら。でいろんな人が勝手に自由に動くでしょそうです。自由に動いたら。強いやつが勝ちますよ。 はい、だから自由に動かすと弱肉強食ですよ、うん、動物園の柵全部取っ払ったらライオン勝つに決まってるじゃないですかねっもみんな食べられてお王ですからそうそう王ですからだからもうちょうどあの規制っていうのが動物園の柵みたいなもんですからね、はい、それを取ろうっちゅうのが菅さんの取り組みなのでだから結局ね菅内閣は弱肉強食の加速内閣であると と、はい、いうことになるんですが今日はこれをたっぷりとお話ししようと思ってございますよろしくお願いします今日のテーマは菅内閣閣は弱肉強食加速である今ね菅さんが今すごく言ってる取り組みの一つでね、はい、中小企業法の改定っていうのを言ってるんですよ、うん、聞きますね,ねなんか中小企業についてなんかやらはるんやと、はい、言っててねで何やんのかなーって言うと中小企業の 再編を促すって言ってあるんですよ。うん、再編な、な、なんかちょっと分かんないですよね。再編って、バラバラのビー玉みたいなものじゃないですか。うん、中小企業いっぱいあって。うんうん、それ、再編って何ううみたいな。どういうことかってね、お話しするとね。まずね、日本の中小企業っていうのは企業全体の99.7%なんですよ。もうほとんどですね。百九十七社。 中小企業で。大企業って1000社のうち3社しかないんですよ。だからほとんどもう誤差みたいなもんですよ。はい、おるかおらんか分からんようなもの。それが大企業っていうもんなんですね。その数で言ったら。働いてる人多いかもしれないけど、その企業の数で言ったらもう、もう中小企業がほとんどなんです。はい、で、定義で言うとね、だいたいこれね、300人以下なんですよ。うんうん、製造業だったら。あとまあ資本金が何億以下とかってね、まあいうのもあるんですけど、あはい、まあまあ、イメージで言うと300人以下の会社、まあ中小企業やんなと思ってください。 はいね、日本政府の中にはね中小企業庁っていうのがあってねで中小企業を助けてあげようっていうとこあるんですよ。<ー>やっぱりね大企業と中小企業戦ったらねそんなもの,をあのヘビー級のレスラーとそのなんかモスキート級のレスラーが戦ったらヘビー級勝つじゃないですかだからこうお互い喧嘩しないようにこの中小企業の人と 大企業の人の間に、こう、ちょっと線入れてたりね。策、うん、入れてたりね。それで、中小企業の人には、ちょっと、お宅ちょっと感謝がこれちょっと、こう、ここで、下駄はがしあげるわとか、あのー、してるわけですよ。あと、税金とか、ね、こう、と、うん、絞り上げるときに君らから、ま取らへんからとか。ああいうことで、中小企業を助けてるわけですよ。補助みたいな。そう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 。うん やっぱり大企業強いから、大企業が太いでも大丈夫やけど、中小企業がかわいそうやから言って、こう中小企業を守るって言って政策をずっとやってるわけですよ。はい、で、それやっとかんと日本の会社の99.7%が潰れちゃうからね。だから日本人が働く場所がほとんどなくなってしまうということにもなりますし、で、結局ね、中小企業が作ってくれるバネとかね、ネジとかね、ゴムとか、まあいろいろあるじゃないですか。いろんなサービスとか、そういうものを、こう大企業が買って、 大企業に成り立ってますから、中小企業が潰れるのはまあ困るわけですよ。いっぱいあるっていうのも、これすごく大事でね。うんうん、っていうので、まあずっとやってきてるんですけど、それのね、定義を変えようと。はい。見直そうと言ってるんですよ。えー、これどう見直すかっていうとね、300人以下やったけど、これから100人以下にしようとか。おーっとおーっとおーっとなんですよ。これまあ、どこまで見直すんかわかんないですけど、見直すって言ってますからね。はい。 だから要するに、100人以下やと。ってことは、今から、100人以上、200人とか300人とか、285人とかの会社は、中小企業ちゃうから、あ、もうあの、遊具なしと。優遇なしと。もう下駄も破壊しませんと、大企業と一緒に戦っておけよお前ってことなんですよ。まさに弱肉。そう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 。で、そうなったらね、潰れるとこ出てくるわけですよ。出ますよね。出ま,出ます、出ます。で、それとかね。で、潰れそうになったら、潰さんといてください、言って、なんか大企業に、 助けてって言いに行くじゃないですか。そしたら、わかってお前ちょっと参加に入れてやるわーと。ああ<ー>。こう参加に入ったらですよ。はい。じゃあ、見かじめるよ、ちょっと金出せや、お前。と。お前、これから、ちょっとお前作ったもの、俺が買うから、それで、そこの、お前、売った分、2割俺もらうからな、と。 搾取、はい、できるわけですよ吸い上げられちゃうううそうそうちょうど大阪と構想みたいなもん、ね、でああ似てるー <laughs> 大阪市とを潰して配下に入れて吸い上げたろうと、はいはい、完全に弱い者いじみうそ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 うでそれを再編と言ってるわけですよええー、いやいい,い,いいように再編してくれたらいいですけどそ,うそ,うそう。悪いですよねでもねそれはね大企業取ったらええんですよ<ー>な安い安くこれ、えー、中小企業買い頂けるやんけでも日本にたったの3%しかいないんでしょそうそうでもそいつらにとったら嬉しいわけですよ 俺ものより取り緑ですよ、うん、お、ねおいつ、お前らはお前ちょっと入れとるわと。お前の明かりちょっとくれよ。とか言って。こう全部ガーン取れるわけですよ。はい、で、それで、吸収したらですよ。お前、従業員280人おるけど、185人はいらんよな。と。まあいるの40人ぐらいからもう、残り全部首切って40人だけ雇うからとかできますやん。はあ、怖い。だってそんな吸収とかしたらね、えーで。それを再編と呼んでるわけで、でそれは内、ね、企業にとってはすごく嬉しいわけですよ。 しかもね、あの大企業とはいえど、中小企業とも戦ってる部分があるわけですよ。例えば、その大手レストランはね、なんかその商店街のうどん屋さんとか、商店街のおそば屋さんとも戦ってるわけじゃないですか、でも、そのちっちゃな会社が全部潰れたら、全員もみんなファミリーレストランとかに来るじゃないですか、はい、だから、もう99.7%の中小企業が潰れることは、大企業にとったらもうよだれが出るぐらい美味しいわけですよ。あ利益が増えるんです、ね、そう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 、もう嬉しくてしょうがないです。

とと0.3%の人がいたとしてね菅さんとどれだけの時間を過ごしてるかっていうと0.3%の人が過ごしてる時間の方が99.7%の人たちもじもって言ってもいいでしょう,もう僕も含めて下々のね人間と菅さんと過ごす時間と比べたら。 もう100倍ぐらい多い多わけですよだってその大企業ですからちょっと赤坂行きますかとか、はい、ちょっとあそこのホテルの一番の最上階のラウンジでちょっとこういっぱいとかねできるわけですよ料亭で,こううでもう週末ゴルフに行きますかとか菅さんゴルフしてやるかとか分かりません <laughs> いやだからそれはもう菅さんだけじゃなくてね官邸はずっとそうなわけですよ昔から、はい、だから結局大企業を優遇するわけですよ そしたら大企業は献金もくれるしね。中小企業はあんまり献金くれへんけど、うんで。しかもそうなるとね、大企業ってどこかっていうとね、まあ日本企業もありますけど、外,外国企業もいっぱいあるわけですよ。ね、だから外国企業から、こう、とも付き合ってね。そしたら企業献金もらったりね。はい、で、その中の一番有名なところは、言ったらどこかって言ったら、もう IR ですよ。IR ね。出た !IR! ね。IR もそうなるわけですよ。はい、大企業でしょ。 そこから,っからやっぱ、まあ、献金表の献金もありゃ売り上げの献金もありゃ何、うん、かの支援とかねいろいろあるわけですだから政治家にとったらお仕事ばっかりなわけですよ政府にしてみたら。はい、99.7%のねそんなもう下々のね大多数のね一般の金のないもので権力もないようなやつにこび出てもしょうがないっていう本音があるわけですよ。うんうん、少なくともその本音がある人にとったらこの,あの改革というのは素晴らしい改革だということになってこれをして。 ここ再編と呼んでて。で、これをね、あのー、そうやるべきだと学者として主張している人たちもいるわけですよ。えー、信じられないでしょ。<laughs> なんでこれ、竹中平蔵先生とかね。あら竹中。聞いたことあります聞いたことあります。もちろんです。こ小泉氏純一郎のブレーンだった人でね、はい、安倍さんのブレーンでもあるし、国民にはちょろっと金渡して、あと何もほっといたらええねんもうみたいな。あれさ、も首切り放題で、首切れるやろみたいな。もうなんかそういうい まあまあ、新自由主義って言うんですけどね、そういうイデオロギーの人、これ、竹中平蔵先生あの、パソナっていう人材派遣会社の会長もやってらっしゃってね、はい、でそこでもあのこう改革やればやるほど、人材派遣増えるからもうお金儲かるっていう構造があるということは、もうずっと指摘され続けてる人が一人とね、それからね、デイビッド・アトキンソンっていうね、はい、海外の方がおられてね。 彼はあのゴールドマン・サックスっていうあのすごく有名な世界最高のコンサルタントの会社で,でもものすごいあの高級取りのねまあ方だったんですけど今日本にいてそれであの政府のアドバイスとかすごくされてて彼なんかは生産性の低い中小企業があるのがこれ日本を異常だと異常こんなちっちゃい会社潰すのが外国では当たり前ですってこうなってですねでも潰しなさいということをずっとアドバイスしてるんですよ そうそうそうでそれをやるのが生産性を向上させることで生産性の低いもう無能な会社は潰れるのが日本のためだとこう、ねえー、ずっと言ってる人なんですよ。とこうねずっと言ってるなんかでもすごくおっっしゃって,てね、うん、で旅館はあの上上位2割はすごく儲かってるけど真ん中の4割か5割ぐらいはまあぼちぼちだけど下の3割はもうどうしようもないからここはもう潰れていただいた方がええですわと、うん、いうことを、まあ、文字通り歯に衣きせず。 提案されてる方でで別にねこれアトキンソンさんと竹中さん僕紹介しましたけどあの日本のエリートの学者でこういうことを言う人はもう半分以上です。いっぱいいるんですよ。東京財団の,その小林慶一郎だとかね。いうことも含んでみんなそんなことを、まあ、言ってるわけですよ。はい、で,そで、先ほどね冒頭で言いましたけど菅さんは自分理念ないって言ったじゃないですか。はい、全然理念ないからどうしたらええのって聞いて。そしたらもうなんかその辺にいる人にどの服着たらええのって。 いや、そしたら今ね、これ着ておいてる。あ、分かった、赤い服着てないんやー言って。で、そうなるんですよ。だから理念が自分で考えれる人じゃないと、一般にみんなが言われてますからね。だからね、もう、安倍さんの方がもうちょっとまだ考えてたんちゃうかと。う懐かしい国に日本とか言ってたでしょいや、言ってました。言ってたでしょ、はい、なんか。まだね、安倍さんがすごい哲学生だとは、当然言わないけどね。菅さんに比べたらもうちょっとなんか思ってたところが。菅さんの方が、もっと考えてないっていう言い方でもいいですけどね。 だったらね、より一層こういうね、アトキンソンとか竹中さんの概念がガッサー入ってきてるわけですよ。だからね、もうすでにね、秋田の農家出身の黒鬼になったのだとは思いますけどね、最初は。でもね、それはもう半世紀も前の話でね、今やもう貧しい人たちを助けるっていう感じがもう蒸発してるんですよ。はい、むしろね、貧しい人たちを助けるっいうよりもね、もうなんか、あ、そうでっかーいっていろんな人の話を聞いてね、さらなる地獄に落とそうとするような、 人たちにもうなってるわけですよに加速そう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 。<laughs> えー、でだからね、もう今日はね、ちょっとまた ACDC さんにこう、出てきてもらいましょう。はい。ってね、もう今、菅さんが歩けば歩くほどね、もう悪魔がどんどん近づいてくるっていうね、ニュアンスをね、雰囲気をね、踊る踊ろしい ACDC の世界へ、l c ルカムトゥ ACDC、イーブル・ボックス。 まあ菅さんの入れたちとは合わない曲ですよね。うそうですね。こ,この曲 BGM で菅さん出てきてもあなんでかみたいな <laughs> えなんでんのみたいな感じですけど、僕のさっきのトーク全体を聞くとね、うん、もうまさにもう僕はこんな曲がなってますね菅内閣のコミュース中身が中身をこう見てるともう、イーブルウォーク悪魔のイーブルイーブルちょうど親日のプロレスラーのイーブルですよイーブルあーイーブルいますねイーブルイーブル,イーブル This is evil. イービル ね、はい、あれあれですよもうすごい格好しとるでしょなんか顔にペインティングして、はい、なんかでっかい鎖革持ってね,ねで悪いって悪いことばっかりしてるじゃないですかすぐ金的で蹴り入れたりしてね <laughs> もうほとんども菅内閣はもあのイーブル状態です,す,態ですこの曲はね1981年の「FORDOWS a b u t t l ROCKWEE s o u y o u っていってねだからロックキッズたちを「俺はお前たちを祝福してやるぜ!」っていうまあアルバムが。 あるんですけどね、はい、これは「バック・イン・ブラック」の翌年だったと思いますけどあ,、はい、あのすっごい売れた後の直後の歌でね「ザ、はい・ベストテン」で上田正樹を聴きながらラジカセでイーブルウォークを聴いてたわけですよ <laughs> すごい幅ですね <laughs> イーブルウォークを聴いてガーッと幅振ってたわけでガーッ歌詞がこうなんですよ「<laughs> イーブルウォークビハイン y o ー」怖いじゃないですか。 スタ,スタとこう菅内閣が後ろからイーブルウォークでやってくるみたいな悪魔の歩きね、はい、イーブルウォークビハインドゥイーブルスリープビサイドゥ悪魔がお前の横で寝ているぜ <laughs> イーブルトークアラウズゥ悪魔のトークがお前を覚醒させるぜ<あ>うまさに <laughs>、うん、まさにまさにですよもうだからねまさにこうねもう悪魔が寄ってきて中小企業全部ねもう一人ずつもう地獄にこうたき落とすっていうね そういう状況にあるわけですよ。うん、ね、あの菅さんのあのひょろんとしたつるんとしたどよんとした顔を見たときに、ぜひこの曲を思い出してください。イーブルボックスでありますから。この収録は9月26日土曜日の夜8時20分頃に行っています。うん、ね、菅さんの顔を見てなかなかイーブルってね、あの新日本プロレスのイーブル全然真逆じゃない。<laughs> 全然違いますねます。でもね、これ実はね、菅さんみたいな人こそ本物のイーブルだっていうね、哲学の理論があるんですよ。 僕ね昔何年前やったかなもう5年前にね「凡庸、はい、という悪魔」っていう本出したことあるんですよ「バナルビー・オブ・イブル」っていうんですよ。<う>でこれね「バナルビー」っていうのはこれ「凡庸さ」ってなんか「陳腐さしょうもなさ」ってことねしょうもない普通のトル・ニタ・ラン・モスク・カラガンのおっさんこそが一番悪魔であると。 いいう本を書いたんですね、はい、これどういうことかっていうとねあのこれエルサレムのアイヒマンっていうハンナ・アーレントっていう人の哲学書から取ってきた概念なんですけどね要するにアウシュビッツってあるじゃないですかナチス・ドイツの時にこう捕虜を捕まえてぶち込んでいっぱい殺してるてあのリーダーってアイヒマンって人なんですけど官僚さんなんですよ。ヨーってしたたサラリーマンみたいなおーヨーしたんですよでなんか考えてるっていうわけでああーそれはそうやっといてーみたいなあどうもどうもーみたいな。 こんなんがアウシュビッツの総支配人だったわけですよ、えー、そうとと取りまとめやっててね。あ、じゃあまあ、ユダヤ人、それは何百万人か捕まえてきて、こっちに移して、じゃあガスで処理しちゃおうか、みたいな。これ僕の仕事だからーってやってるわけですよ。えぇ、ー。凡庸 <laughs> じゃない人間は、<ー>ちょっとね、それやばいやんと思ってますよ。 はいはい、ところがね頭すっからかんでなんかもう「えどの服着たらえどの流行やったらいいの?」みたいな「え空気何今の空気はどう,どうやっとくの?」みたいなえ「どの子がいじめられてんのこの子いじめたらいいの僕」みたいなやつうんねは、まあ、凡庸なやつなんですよ、はい、そんなやつにこそその悪魔はね取り付くわけですよああ<ー>、ね、この中小企業を弱肉強食で潰してやろうという悪魔の思想が「あ<ー>あそうですか!」みたいな人に <laughs> パコーン入ってるわけですよ乗り移っちゃって,乗り移ってるわけですよ一番恐ろしいのはこういう凡庸な人間なんですよ でこういう凡庸な人間に権力を与えるということが史上最悪の。 凶悪犯罪をもたらすっていうのが、うん、これがね、あのハンナアーレントっていう人がエルサレムの愛肥満っていう本の中で書いたことで、僕が改めて哲学理論として書いた。凡庸という悪魔っていう話なんですよ。もうだから操られてるような本ですよ、ね。そう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 。だから別に彼自身は何か、うん、あの仕事してるだけでね。うん、あの今まで通りに官房長官のように、うん、総理大臣の仕事してるだけなんですけど。もともとなんか理念がある方じゃないですからね。だからそうやってこう。 悪の思想がバッサー入ってきてでまさに ACDC が歌ってる Evil Walk Beside You Evil Walk Behind You っていう状況にまあ、なってるわけですよ、えー、そんな嫌ですね恐ろしい そうなんですよでもそれをねみんなね感じてなくて「うん、いやだって令和おじさんかわいいじゃん」みたいな「いやかわいいないかわいいないあー」でも若者はいいそういうイメージありますだってなんか油っぽくないしいいじゃんみたいな油っぽいか油 <laughs> っぽくなくてっていうかこうねなんかガオーって感じしないからあんまりそうですねあ,いいあの装飾系な感じはしますね <laughs> で世の中で一番怖いのはこの点のタイプっていうのがでもそういう哲学理論があってね まあ、もちろんね、僕、今、あの、菅さんにアポイント入れててね、あの、僕ちょっと、やっぱり消費税減税してくださいと。はい。あのも、もちろん元々の上司ですから、よく知ってますからね、ぜひ総理を、あのー、消費税減税お願いしますと。うん、えっと、国土強靭化、防災をちゃんとやってくださいと。はい。ね、総理大臣ですから、その、どんな人格であろうが、凡庸であろうがなかろうが、総理大臣にはやっぱりね、我々その言論人とか、うん、学者は、こうやってくださいっていうのが、まあ、我々の務めですからね。月切らじゃなくて、その日本のとって、我々の当然の務め。 ですからね、まあ、説明はしに行きますけれども、まあ、やってくれるかどうか <laughs> ちょっとわからないですけどねえもうだからそのあとキン,ンとかとか竹中の話聞いてくれやったらちょっとこっちの話もちょっと聞いてくれたら嬉しいなと <laughs> <え>思うところでございます。はい